動画をご覧の皆さん、こんにちは、ヤキホビです。本日の動画は冒頭のみなんですけど、大阪のホビーベース363から人生初のホビースペースを体験してきました。東大阪にある店舗なんですけど、安い掛けであったりとか塗装ができるお店ですね。まあ塗装ブースがない、方だったりとか、初心者さんにおすすめです。まああとはね、瓦礫の制作会の日には瓦礫の愛好家さんが集まるので、その日に行くといろいろな人の声も聞けて、なかなか面白いんじゃないかなと思います。店長さんはスケモとかガンプラとか瓦礫とかオールマイティにいろいろとできる方なので、まあ隣でアドバイスを受けながら作業したい方には非常におすすめなんじゃないかなと思いますね。まあ手元に瓦礫とかプラもあるけど作れないって方はぜひ行ってみてください。先週は動画の更新ができずすみませんでした。今はね、冬のワンダーフェスティバルに向けて 3D 原型を作っている段階になっています。でね、それで結構ね、時間がかかってるとこですね。まあ今一応作業としては、大体のパーツがほぼ出来上がっていて、まあ分割のチェックをいろいろやっているっていうところですね。まあ分割に関してもね、かなり難しくて、まあパーツとパーツが干渉してたりとか、髪の毛のポリゴンというかパーツに、体にめり込んでたりとか、結構ね、そういう微修正がかなり増えてますね。まあグリパンさんのキットは、分割であったりとか、パーツの厚みであったりとか、取り付けの軸とか、非常にハイレベルで構成されているので、分割に関してはね、めちゃくちゃ参考になりましたね。まあ手元に、クロエ置いたりとか、あとは、この前の、胸の大きなキャラクターを置いてみたりとか、いろいろとね、参考にしながら、分割に関してはやっていきました。あとは、トマゴマフさんの、バニーアスナとかもね、参考にして作ってます。まあ、仮組が終えたクロエがこんな感じなんですけど、まあ、ほんとね、このキットに関しては、分割かなりよくできているので、手元に教材として無塗装のサフ状態のままで置いておいても全然いいなっていう風に思ってしまいましたね。まあ造形に関してはね、まあ髪の毛の躍動感とかもかなりいいですね。で、まあ、あとグリパンさんのキットって髪の毛の本数自体はそんなに多くないんですけど、情報量がしっかり出てるのがかなりいいですよね。僕はね、結構初めてのことに挑戦するのが好きです。まあ 3D 原型とかもそうなんですけど、ボクシングやったりとか、自転車やったりとか、釣りやったりとか、バイク乗ったりとか、まあね、人生っていうのはやっぱ短いなっていう僕は思うので、あとはね、その時々でできることとできないことっていうのはどうしても出てくるので、まあ80歳、90歳になってから自転車できるかってやっぱできないと思うので、その人生の時々のシーンでできることをいろいろと挑戦していきたいなと思ってます。今は 3D 原型とボクシング頑張ってる感じですね。食わず嫌いっていうのが僕はすごいもったいないなって思ってる人間なので、自分の時間をいろいろと試して好きなものと合わないものやってみて、合わなかったら別にいいと思うんですけど、いろいろなものを試してみて自分の人生の時間に彩りを加えていきたいなとかっていうのを思いながら日々を生活しております。ここ気泡出てましたね。これドボンするところになります。まあ模型に関しても、たまにはね、美少女瓦礫以外のジャンルに手を出すのも、まあいい刺激になって楽しいんじゃないかなと思います。まあ食わず嫌いの、とかっていうのもあるんですけど、なんとなくなんですけど、例えば、まあ同じアンパンばっかり食べてても別に幸せな人はそれで幸せだと思うんですけど、まあやっぱりね、たまにはカニとか、牛肉とか、まあなんかいろいろ美味しいものを食べて行った方が、僕はそっちの方が結構満足感が得られるタイプの人間なので、まあ、自分の人生というか時間をいろいろなものに使いながら生活したいなっていうのを思っております。まあジオラマ作ったりとかっていう塗り方とかもね、美少女瓦礫とか違うものをいろいろスケモンとかいろいろやってみると、まあジオラマ作ったりとか商業原型商業塗りみたいな感じの美しい塗装とはまたちょっと違って、遊び心のある作品ができるんじゃないかな。あ、別にそっちを否定してるわけじゃないんですけど、遊び心のある作品がもうできるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるので、まあ、模型を楽しむ上ではそっちの方の作品を作ってみるのも全然いいんじゃないかなって思いますね。まあ今さっきからちょいちょい言ってるんですけど、自分のまあできることを増やしたりとか可能性増やしたいなと思ってるので、 3D 原型の勉強にもちょっと今時間のリソースを割いている状況ですね。なのでちょっとね、動画の更新がたまにまあ隔週になる時もちらちらあるかもしれないんですけど、まあ大体そういう時は 3D 原型頑張ってたりするのかなとかって思いながら、まああと何やってるのか気になるなっていう人は、僕の Twitter の方をフォローしてもらえれば、しょうもないツイートを結構しているので、そちらの方も見ていただけるとありがたいですね。
まあ、塗装の方もね、引き続き頑張ってやって、動画の更新も続けていきたいんですけど、まあ、12月の末に一応男の子が生まれる予定になっておりまして、部屋の場所問題も子供が成長するにつれてちょっとずつ出てくるんじゃないかなって思ったりもしているので、塗装スペースとかをどうするかなっていうのもあるので、まあ、パソコンの 3D 原型だったらパソコンが1台あって、まあ、3D プリンターが1台あれば、まあ、どうにかこうにかなるんじゃないかなっていう、ちょっと今あんまり考えがあるんですけど、まあ、瓦礫は好きなので、いろいろな関わり方をいろいろと模索しているような感じですね。まあ、3D 原型も結構場所取りそうですけどね、戦場とかいろんなスペースがいるんでね。で、まあ、来月のね、来年の2月のワンダーフェスティバルでは、先ほど紹介した原型の、まあ、キットにした販売と、ブースでの販売も考えているので、まあ、気になる方はぜひ見てください。ニケのキャラクターですね。まあ、グリパンさんのキットね、ほんと丁寧だなって思うのは、まあ、この似たパーツがある場合、紛らわしいなっていう場合に関しては、裏側にね、L と R の刻印がしっかりと彫られてあるってとこですね。あとは軸打ちのところに関してもしっかりと目印の穴が掘られているので、まあ多分シリンダーのサブツール使ってるんだと思うんですけど、結構ね、これ 3D 原型やる前はこういうの多分簡単にポモートできるんだろうなって思ってたんですけど、結構これ手間がかかってめんどくさいんですよね。だから一応ルピーの僕の原型に関してはちょっと今回頑張ってみようかなと思ってるんですけど、結構ね、これめんどくさいですね。このパーツとか結構パーツ数多いやつでもグリパンさん全部売ってたりするので、これ結構すごいなっていう風に 3D 原型作り始めて改めて思いました。まあ、こういった配慮がやっぱあると、作る側がね、組み間違いをしたりするリスクも減りますので、まあ、非常にね、丁寧な瓦礫の作り方をしているなっていうのは、まあ、前々から思ってたんですけど、3D 原型に手を出して、非常に強く思いましたね。まあ、そんな感じで G ブラシとか、まあ、手原型でも何でもいいんですけど、 3D 原型作り始めてみると、いろいろと違った目線でパーティングラインであったりとか、気泡の位置であったりとか、分割面の処理とか、まあ、グリパンさんとかみたいに股関節の内側をちょっとへこましてあったりとか、結構ね、いろいろなディーラーさんによって個性が出てくるところでもあったりするので、いろいろなディーラーさんの、まあ、作り方であったりとか分割の考え方っていうのが見て取れるのが、ガレージキットのまた新しい楽しみ方を自分の中ではちょっと発掘できたんじゃないかなみたいな感じでちょっと思っております。まあ、僕の場合はこんな感じで動画にしながら、このキットはああだこうだっていうレビューみたいな感じにもなっているので、3D 原型とか原型に関しては初めて良かったなって思いますね。で、特にね、この3人、イリアとミユと、クロエに関しては、一部のパーツの 3D 造形を流用しながらなんですけど、作られている感じなんですけど、それでもね、それぞれのキャラクターがしっかりキャラ立ちって言ったらいいのかな、それぞれ差分がしっかり作られているのが、めちゃくちゃいいなと思いますね。よく作られてるなと思います。まあ、トナモ系とかイベントでの再販も結構頻繁に行われているキットなので、まあ、僕の動画を見てでも何でも、他の方の作品見てでも何でもいいんですけど、まあ、気になるなっていう方はぜひこのキットを手に取っていただけると嬉しいなと思いますね。まあ、ブースとかのオンライン販売は、このキットに関しては半券もなのでできないので、まあ、トナモケとかワンフェスとかで機会があれば手に取ってみてください。あと僕が使用しているツールに関しては動画の概要欄に記載しておりますので、僕が何使ってるのかなっていう感じで気になる方はそちらの方も良ければご覧ください。あとはね、抜けてるやつももしかしたらあるかもしれないので、これ、載ってないんだけど、どれみたいな感じの質問とかもね、コメントとかに載せてくれると、個別にそういうところは、後々更新していくつもりなので、そちらの方もよろしくお願いします。コメントの方もお気軽にお願いします。組み立てるときは、組み立て用の仮台座を用意しておくと、組み立ててからアクリル板への取り付け位置をいろいろと調整できるので、おすすめですね。まあ、使用している台座はね、ホームセンターで買ってきた適当な、木材円盤をいろいろと使ってます。まあ、この円盤はね、さっきちょいちょい塗装の組み立ての時とかで登場しているものですね。レーザー彫刻機を使って、FGO のマークとキャラクターの名前をアクリル板に刻印していきました。なかなかいい感じに刻印ができましたね。で、固定すると完成になります。まあ、アクリル台座のレーザー彫刻やってる方ってあんまりいないので、ちょっと僕的には個性として出せているんじゃないかなと思ってます。クロエの特徴的な褐色肌なんですけど、モデルカステンのリアルカラーを使用してます。グリパンさんの褐色肌もちょっと欲しいんですけど、なかなか売ってなくて買えてないんですよね。
まあ、リアルカラーを使って塗装してカラーを調色した後、その後それだけだとかなり茶色っぽい感じがするので、粘膜クリアを使って赤みを足してます。前回動画で紹介したエリアスフィールのファーのピンク色と、まあ、の差をつけるためにファーのグラデーションに関してはピンクに見えないギリギリの赤色っぽい感じの色にしていきました。ただ赤色強すぎるとあのファーが白じゃなくて赤になっちゃうので、その辺は注意しましたね。で今回の3人はゴージャスな雰囲気にするべくパール塗料でね、いろんなところで使っているので、結構いい感じの綺麗な仕上がりになったんじゃないかなと思います。光が当たるとキラキラ光るのがいいですね。クロエとイリアとミユの3人は来週か再来週にでもヤフーオークションの方に出品しようかなと思ってるので、気になる方はそちらの方もチェックしてみてください。もう3人揃うとめちゃくちゃいいので、そんなめちゃくちゃ安い金額では出せないんですけど、できれば3人揃えていただけると非常に嬉しいですね。まあ、魅力的な太もものレースのマスキングなんですけど、結構ここめんどくさかったんですけど、これをすることによって太もものところの情報量がぐっと増えて、そのこの魅力的な太ももとか足のこのエッチい感じのところに視線を集めることもできたりするので、ここに関してはまあ妥協せずに頑張ってやってよかったなって思いますね。瓦礫の制作代行を引き続き受け付けていますので、概要欄の LINE アットからぜひお問い合わせください。高評価チャンネル登録どんなことでも結構です。まあ良かったよとか、このキット僕も買ったよとか、グリパンさんの原型いいよねみたいなコメント何でもいいので、まあ、いただけると非常に励みになります。次回の動画ではね、エルデンリングのマレニアを制作していくつもりにしてます。一応台座の方もかなり凝ったものを作りたいなと思っているので、ご期待ください。最後まで動画を見てくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。あなたの人生がホビーと共にあらんこと、エキゾチックホビーズでした。